風は出てきてるけど。どうもこんにちは、山本和子です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今回なんですけど、今まあ夏で8月なんですけども、 FF ヒーターの方をちょっとそろそろ一回動かしとこうかなということで調べたところね、 FF ヒーターってね、使ってない間でもシーズンオフの時でもね、大体1ヶ月に1回ぐらいは動かした方がいいみたいなんで、今日はちょっとそれを動かしていきたいなっていうふうに思います。で、 FF ヒーターのコントローラーなんですけど、ここに、取り付けの方も以前やりました。で、これだけやったらね、バッテリーから直接電源取ってるんでつきっぱなしになるんで、まあつきっぱなしでもよかったんですけど、今回ねここにスイッチつけまして、これでついてるんですけど、これ実は問題があって、画面がねめっちゃ暗なってるんですよね。最初からこんなんやったんか忘れたんですけど、昼前と光線と見えんぐらい暗いという感じで、ちょっとねこれ問題ありかなと思うんですけど、この購入した店がもう FF ヒーター販売終わってるみたいなんで、どないも来ないもっていうことで、Amazon の方に問い合わせしたらなんか対応してくれるっていうことやったんで、まあちょっと期待してます。で、このスイッチで一応 FF ヒーターのオンオフできるようにしてます。で、 FF ヒーターのね、吹き出し口なんですけど、吹き出し口ここで、タンクこの中に入れます。はい、一応もうタンクここに入っててこんな感じ、10リッターのね灯油タンクで、もう真横に置いてる感じで、こういう風に収納して見えへんようにする感じですね。こっち側に吹き出し口、一応試運転なんで、ちょっとまだちょっと若干止めてないところとかあるんですけど、とりあえず今日はねつくのだけ確認できたら一応 OK っていうことで、ちゃんとついたらですね、次こういう燃料ポンプ1回固定してたんですけど外して、でフィルターもねちょっと外してあるんで、ちゃんと固定して使えるようにねしていきたいなって思ってます。今日はね動くかどうか実験。一応風はちょっと出てきてますね。風は出てきてるけど、まだポンプの音もしてない。ポンプなんですが、本体側をちょっと上向けるという感じで、設置せんとあかんみたいですね。ポンプ今動き出しました。ポンプ自体は壊れてる壊れてへんかなってちょっと心配してたんですけど、一応のところはねいけそうですね。ちょっとこの辺汚いんで、おいおい何やっとんねやっていう風に思い張る人もいてると思うんですけど、これね後ほどちょっと綺麗に、していきたいと思いますんで、ちょっと今はご了承ください。シーズンオフでね、なんかそのままつなぎっぱなしだったら悪いかなと思って、この辺全部外してやってて、今ちょっと応急的につないだんで、まず動くかどうかのねチェックしていきたいと思います。でマフラーが排気ガスこっからね出るようになってます。このコン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 ってポンプの音するんですけど、この音がね結構車内に響き渡るんで、気になる人はね、なんかこのポンプ自体をケースとかに、まあ、作るなり、なんか専用のもあるらしいんですが、あんまり良くないらしいんで、まあ、そういうケースとかに入れるとだいぶ音もマシになるようです。ポンプ早くなってきましたね。このオンになるタイミングで結構電気を使うんで、そのオンになるタイミングだけ、まあ、クリアできたら割と点火はできるかなと。本体に燃料さえねちゃんといってたらなんですが、さあつくのか。画面マジで暗いな。多分点火失敗してると思うよな。現状エラーも出てないんで、何やってんやって感じだ。ポンプがまた回り出しましたね。燃料にねちょっとなんかエアが結構噛んでるんで、ちょっと多分ね燃料送らな、エア抜きせなあかんかなっていうふうに思われます。これはエアずっと溜まってたんですけど、エア抜きっていう作業を今ちょっとしまして、だいぶねエアが抜けてきました。結構エア抜きすると早い感じでトン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 っていう感じで燃料をね、本体の方に送っていくような感じに
の動作、してきます。多分もうちょっとしたら本体にね、あの燃料回っていくかなと思うんで、回っていったらね、次あの点火の方をねしていきたいなと思います。一応エア抜きもね、2分か3分ぐらいで勝手に止まるんで、もう2回目のエア抜きしてます。ちょっとホースね、余分にしてある部分もあるんで、その辺ちょっと調整せなあかんかなっていう感じはあります。ほんで今ねちょっとエア抜きの方終わりましたんで、今からですね点火の方していきたいと思います。オン。さあどうなるのか。始まりました。ファンの方が回り出して、今もうすでにね夏なんで温風の方は出てる状態にはなるんですけども、まだ多分冷たい風が、出てる状態かなと思います。夏なんでねちょっと分かりにくいですけども、はい。で電圧がね上に出てまして、まあ大体合ってるんですけど 12.7V。 今これサブバッテリーですね、鉛のディープサイクルバッテリーから電源の方を取ってまして、12.7V。 多分実際多分 12.8 ぐらいあるんですけど、ちょっと低めにこいつが出るようになってます。今まだファン回ってる状態で、さあここからつくのか。お、ちょっと地響きしてきました。うわ久しぶりこの煙、すごい煙やな。ちょっと今ドア開けっぱなしなんでね、車内に煙入ってるんですけど、消えるんかな。じゃあすごい煙やけど、豚まんでも出てきそうな勢いで煙が出てきてます。さあつくのか。あ、めっちゃぬくいの出てきてる。煙が消えてきまして、こちらからね、吹き出し口からね猛烈な温風が出てまいりました。すごい熱っ。真夏なんでね、めちゃめちゃ熱っ。これはやばい、やけどするぐらいの強烈なのが出てきました。で今電圧ね 12.7V っていうことと、あとですね、下のこちらの機械の設定が8度とかなってるな。なんかどういうことや。めっちゃ強烈な風が出てきました。はい、点火成功です。やば。これね冬場やったらめちゃくちゃ気持ちいいんですけど、今日はね夏場、しかも気温おそらく30、今日で30度ぐらいですかね、31度とか2度はなさそうですけど、になってそうな状態で今点火しまして、めちゃくちゃ強烈な風が出てきております。 FF ヒーターからの風こんな感じ、こんな感じです。すごい超強烈なね風が出てきてまして、もうこうやってなんか洗濯物とか前に置いとくと一発で乾きそうなぐらいの温風が出ております。はい、素晴らしい。設定温度がなんかおかしになったな、表示が変わってもうだ。前まで何点何ヘルツとかやったんですけど、今日見たらなんか多分画面映ってないと思うんですけど8度とかね、なんかそんななってます。こいつの角度ね、これまたDIY のね、キャンピングカー DIY の師匠であるおてつさんに教えてもらったんですけど、ここの角度がねこうあんまりこうきつすぎるとですね、あったかい風がこう出てここに当たるときに、ここが壁みたいになると、ここにだから熱が来すぎるんで、あんまりここ直角にしたらほんまあかんということをね聞いてまして、まああかんのかもしれないです。ただ現状は昨シーズンも使ってみたんですけど、特に問題なく使えるのは使えてました。ただ問題が今後ね頻繁に使ってくると出てくるかもしれないんで、ちょっと要注意かもしれませんね、その辺は。で下の方煙もなく、吸気がここについてるんですけど、これがねちょっとまあこっちの排気のなんかダクトが若干短いせいで、若干ねこっちにも吸ってるような気がするんで、もうちょっとねこの排気のここの入り口を、出口を多分外まで延長してあげて、吸気のこれに吸わないようにちょっとね工夫する必要があるかなというふうに思いました。であとは燃料ポンプ類、フィルターとかの固定ですね。であとホースの長さをねもうちょっと適切な長さに、変える必要があるかなというふうに思います。温度はねめちゃめちゃ暖かい温度出てきてまして、熱中症に弾みをかけるぐらいのねぬくもりが、暖房が出てきております。こちら電圧計も落ち着いてきて、でちょっと下ねもう画面ちょっとやばなってきてるんですけど、コントローラーの方でも、まあ、8度って今設定温度一番低くなってまして、ちゃんと正常に動いてますという感じになってますね。なので一応点火は無事完了と、
ここから綺麗にね最後取り付け仕上げして日本一周バンライフに備えていきたいと思います。はい、というわけでね、まあ、FF ヒーターの、まあ、どれぐらいだろう、約今日8月なんで約5ヶ月ぐらいね、ほったらかしにしてたんですけど、なんとか、FF ヒーターの方ね、つきまして、まあ、今回ね、まあ、エア抜き線とかなりエアがね噛んでる状態やったんで、まあ、エア抜きをちゃんとしてで、まあ、しっかり電圧取った上で起動したらまあまあつくかなっていう感じで、まあ、冬場寒くなってね実際使う時にあたふたせんでもいいようにしっかり準備しとかなあかんなっていうふうに思いました。で、Amazon さっき問い合わせしたって言ってたんですけど、回答の方返ってきまして、まあ、今回はね、まあ、出品者 の, やあの商品なんですけど、この FF ヒーターのね金額全額返してくれるということで紙対応の方していただきました。あんまこういうことないと思うんですけど、出品者もいなくなってたんで、まあ、そういう対応していただきました。というわけで今回の FF ヒーターの、点検は以上、こんな感じです。もうめちゃめちゃ暑くてやばい状態なんで、顔もね放送禁止状態とは思うんですが、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価とお願いいたします。さよなら。